そして自分でボールを受け取り、さあここからまずはドリブルです。自走でのドリブルからも左手のパス。さあそれでは今日の Q5 はフリースロー、スリーポイント、そしてハーフコートシュートにチャレンジいただきます。シュートを決めれば皆さんに本日はクリスマスプレゼントを Q5 からお届けいたします。ではまずフリースローから参りましょう。ここも全て自分でボールを受け取り、そして狙いを定め、ナイス。そこからステップバック3。これまでさまざまなチャレンジをしてきた Q5、 カモン。スリーポイント入りませんでしたが、この後ハーフコートシュートチャレンジです。さあ皆さんからも大きな手拍子をお願いします。レッツゴー Q5! レッツゴー Q5! ハーフコート、カモン。惜しい。おっと、ちょっとルカみたいなアクションがありますが、この辺り見せてくれます Q5。 ハーフコート狙いを定め、ゴー。惜しい。リングの奥、頭を抱える Q5。 AI バスケットボールロボット Q5、 さあ3投目。カモン。素晴らしいシュートでしたが、 Q5 頭を抱えますか。皆さんの拍手に応えます。皆さんに手を振る Q5 に皆さん大きな拍手を送りください。さあそれではトヨタ自動車未来創生センター室は野見さんに来ていただきました。野見さん惜しかった。すいません、リハがうまくいくとやっぱうまくいかないんですよ。なるほど、リハではね素晴らしいシュートがあったんですけども、ただ今日は Q5 からねクリスマスプレゼントありますので、もう皆さんにプレゼントしていいですかね。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。では Q5 の一例で。